鹿児島市鹿児島市の行政区域の変遷鹿児島市の市津鹿児島市の行政区域の変遷では、鹿児島県鹿児島市の市政町村政主公移動の行政区域の変遷を記す。鹿児島市は、1889年の旧鹿児島城下46町、及び旧近在の内一1町3村の区域の鹿児島市成立から、過去の市町村の編入、合併があり、 平成の大合併において、現在の地域となった。鹿児島市は1889年、市政及び町村制が施行されたのに伴い市政、施行地により、鹿児島が市政施行地に指定され、同年4月1日をもって、鹿児島県令第26号の規定に基づき、鹿児島下47町及び新田村、塩屋村、西田村の合計50町村が合併し成立した。 鹿児島市は日本で最初に市政が施行された31市の一つである。その後は、近隣の村の一部区域を鹿児島市に編入したり、近隣村一部区域を分割しているが、1934年に鹿児島郡中、郡境村、同郡西部田村及び同郡吉野村の3村を編入し、1950年には、 鹿児島郡一式村及び道郡東桜島村の2村が編入された。その後はしばらく地域の変更はなかったが、1967年に南部に接する谷山市との新設合併により、新たに鹿児島市となり、2004年には鹿児島郡吉田町、道郡桜島町、伊ぶすき木入町、日置郡郡山町及び道郡松本町の5町を編入し、 現在に至る。市政町村制施工時、市政施工時に、鹿児島加の上町とした町、上町及び下町にも属さない、鹿児島加の区域、西田村、塩谷村、新田村の区域をもって、鹿児島市として成立した。市政が施行されたのに伴い上記の鹿児島加の47町、及び西田村、塩谷村、新田村にあたる区域をもって、鹿児島市として発足。 従来の町は、町長に、村は、大技となった。上町は、市政志向時の小川町、泉谷町、恵比寿町、車町、境町,町、柳町、浜町、向え町の区域にあたり、鶴丸城の堀の西端部から海岸へ流れる、名山堀より、北側の区域に該当する。上町は、鎌倉時代より守護が居住していた。 東福寺城の城下に守護町が形成されたのが始まりであると言われており、その後現在の鹿児島市立清水中学校付近に移転した頃より町屋が広がり始め、町屋式群が形成された。また、海沿いに位置していた恵比寿町などは海運、漁業などで栄え、それに従事する者や商人などが居住していた。下町は名山堀より南側であり、 山下町、安井町、生山町、六日町、地区町、潮見町、泉町、金星町、中町、五福町、大国町、堀江町、住吉町、船津町、新町、松原通町が下町の区域にあたり、下町も上町と同様に町屋敷が連なる区域であった。西田村は南北町期、新田村は戦国期、 塩谷村は、江戸期にそれぞれ成立した。吉野村、中高里堺村、西武田村編入後九百十一年には、西武田村の大技部の一部と飛び地及び、一式村の大技氏も意識の内層、無田地区を、鹿児島市に編入し、部の一部より部長、飛び地を、天宝山町と市二町、総無田地区の全域より、総無田町の一町が成立した。また同年には、 大技西田の一部を西田町に編入し、残部をもって時和町が新設されたため大技西田は消滅し、大技新たについては一部を西部田村大和田,田上に編入し、残部をもって上新田町が成立したため大技新たは消滅した。また、大技塩屋は同年町となり、塩屋町に改称した。その後1920年には意識村、 大技氏も意識の内や坂宮谷、に、意識村大技長吉が編入され、上矢地区は、玉里り町、長吉は長吉町及び、原良町となった。1889年の町村静止校により、鹿児島郡吉野村、西武田村、中高里境村、意識村、北大隅郡東桜島村が成立した。1911年と1920年の2回に、渡り、 西武田村及び石木村の一部が鹿児島市に編入され、鹿児島市の一部が西武田村に編入された他は、各村域に変更はなかった。1934年に鹿児島郡吉野村、西武田村、中高里堺村が鹿児島市に編入された。1950年には石木村、東桜島村が鹿児島市に編入された。 桜島の東半分を区域としていた、東桜島村と薩摩半島側の鹿児島市の間には西桜島村があり、飛び地合併となった。1934年の吉野村、西部田村、中高里坂井村の三村編入に伴い工事された規定により、吉野村大技吉野の町村聖志向以前の旧坂、元村の区域をもって坂本町が設置され、 西武田村大和部は1911年に西武田村から鹿児島市に編入され設置されていた鹿児島市部長に編入されたほか中高里井村大技中は鴨池町に改称されたその他の大技については大技を廃止し町となった石木村東桜島村編入後1950年の石木村及び東桜島村の編入に伴い 意識村の大技城を意識は、意識町に、海啸、大技、栄吉の一部を分割し、原田町が設置されたほか、大技菱島及び大技皆房を合併し、皆吉町を設置した。東桜島村の大技うのは、東桜島城に、海啸、大技秋の区域を、大技有村に編入し、有村町となった。谷山市は、1889年の、 町村制施行に伴い、江戸期の谷山号の全域をもって谷山郡、谷山村として成立。1924年には、町制施行し、谷山町となり、1957年には谷山町が市制施行し、谷山市となった。町村制が施行された際に、江戸期の藩政村が継承され設置された八大寺の区域に変更はなく、谷山市となった際には、 大技の区域は、町となりがアッページには、上福本町、下福本町、塩谷町、和田町、中町、山田町、ご家別府町、平川町の八町から構成されていた。1967年4月29日、鹿児島市と谷山市は新設合併時、鹿児島市となった。谷山市と鹿児島市の両市には、塩谷町があったため重複防止のために、 鹿児島市の塩屋町は、光月町、谷山市の塩屋町は、谷山塩屋町に改称している。また同様に漁師に、中町があったため、谷山市の中町は重複防止のために、中山町に改称されている。鹿児島市編入以前の五町の地図1889年の町村政施行により、鹿児島郡吉田里の全域をもって、吉田村、 北大隅郡桜島里の西半分にあたる、赤水村、横山村、小池村、赤尾原村、竹村、藤野村、聖堂村、松浦村、二股村、白浜村の区域をもって、西桜島村、日置郡移住院里の内上谷口村、石ヶ谷村、入里村、直木村、春山村、福山村の区域をもって上移住院村、縄城川村、野田村、 神の川村、宮田村、寺脇村、上神殿村、竹村、河神殿村、桑畑竹村,村、麦幾田村、優也、田村の区域をもって、下伊従院村、郡山里の全域をもって、郡山村、木石群木入里の全域をもって、木入村が成立した。1956年に、下伊従院村は、隣接する、郡山村、伊住院長。 東市基町、日吉町の三町一村に分割編入された下伊住院村のうち、郡山村と旧来より、経済的、文化的に同一環境にあった大技有りあた、大技学の二大技を郡山村に編入し、編入と同時に、郡山村は調整志向し、郡山町となった。1956年に、木入れ村が調整志向し木入れ町。 1960年に、上井住院村が、調整施行と同時に解消し、松本村へ解消、即日調整施行し松本町となり、1972年に、吉田村が調整施行し吉田町、そして1973年に、西桜島村が桜島村へ解消、即日調整施行し桜島町となった。その後は校長では、 町名や町域に変更はなかった。2004年に、吉田町、桜島町、松本町、郡山町、木入れ町が、鹿児島市に編入された。この際、従来の大技の区域に新たに町が設定され、旧桜島町、旧木入れ町の内大技木入れ以外、郡山町大技、学、郡山町大技、厚地、吉田町大技西仕立浦 吉田町大技、東佐田浦を除く大技は、旧大技名町のように解消された。旧桜島町の区域の町名は、桜島旧大技名町に解消し、旧木入れ町の区域も大技、木入れを除き、木入れ旧大技名町に解消した。また、郡山町大技学は、群山学町、郡山町、大和厚地は、花尾町、 吉田町の西里浦及び東里浦については裏を、除いた西里町、東里町にそれぞれ解消した。なお、群岡1丁目から群岡3丁目については設置。当初より町町として設置されており変更された点はない。表中のは、鹿児島市は、鹿児島市を除くし、は町を示す。その他の色は村である。注釈出店。ありがとうございます。